香港チャンネル。今のウクライナ情勢のことなんですけど、すごいロシア側を擁護してる人っていてるじゃないですか。はい、ロシア側の意見も聞けとか、うん、ウクライナのが悪いんやとか、うん、そういう人たちってどう思います？どう思いますって、じゃあから俺らの気持ちと逆の人ね、はいはい、ウクライナを思うことを、うん、その人らはロシアを思うこと、はい、本当にだからロシアが東部で弾圧されてたんやみたいな、ロシア国民が、うん、で弾圧されてたとしたとしても、うん、今回のはどうなんですかと、うん、いうところで、ほんなら同じことをしてるやんっていうやん、うん、ことになるから、うん、俺は、やはりちょっと違うかなとか思うんだけどね、うんうん、だからドンパス地方とかああいう東部で、弾圧されてたっていうことを俺ら知らんやん。もっとニュースとかね。はいはいはい。なんでなかってんとか。それまでね。うん。うん、っていう話にもなるやん、はいはい。うん。これはこれから検証していくことでもあると思うけども。うんうん、そのウイグルの問題とか結構叫ばれてたじゃないですか。それまで、うんうん、今も叫ばれてますけど、うん。そのね、ウクライナ東部でそんなことあったらもっと大々的にね。そう。今、ロシア国民がウクライナで弾圧されてるんですよ。そうそう。ロシアも出してくると思うんだけども。はい、ロシアでね、そんなんなんで出せへんのかなとか思ってたけど、うんうん、そこの部分が不思議やから、その擁護してる方はまあね、ほんまに、でもこうやって、そう殺戮みたいなことをしてることはどうなんですかって、うん、そこやろうな、うん、ほんで、戦争ではないと思うの、はい、侵略やからって、うん、戦争って言うたらこれも反発来るかもわからへんけど、ウクライナも悪いって、うん、俺やっぱり侵攻されてるから、うん、おかしいよ。ほんならその時に東部で弾圧があんねやったら、うん、言うて、ほんでそれに対してウクライナもいやそんなことはないでって言うてたと思う、はい、うん、もうそうですね、うん、なんでそれが公になれんかって、んて、はい、ウイグルもいっぱい内部資料いっぱい出てきてるやん、はい、うん、日本におるロシアの方とかでも、弾圧されてるって言って、世界に、うん、発信するような、うん、ことを言ってたと思うけどね、うんうん、そういうことを冷静に見たら、だからウイグルの問題っていうのは在日のウイグルの方が、うん、やっぱり言うてるよ、まあ言うてますよね、うん、そういうのはなかったのかっていうところですけど、うん、そうですね、そうは不思議不思議なんですよね、うん、で結構なんかそのフェイクニュースとかもバレてたりするじゃないですか。なんかロシアがやってたこの死体が転がってるとか転がってないとか、そう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 、衛星で見たらこの日はとか言って、はい、だからそんなのがどんどん、ほんならそれに対して、うん、はコメントしはんのかなと思うね、みんな、はい、ほんで強奪もしてるやん、はいはい、家財道具が盗まれてるとかいうのも聞くやん、うん、で映ってるやん、はい、ほんで、そのウクライナの方を、人道回廊で、うん、ロシアに逃がしたと。だその方々はどこにおんねん、うん、なんか国内のね、収容所にいてるとかみたいなね、話。それやったら、人道的にやってんねやったら、ほんまに、ウイグルの問題でもそうやねんけども、いや、国連じゃなくても、民間の人らでも、ちょっと見させてくれと、いう、うん、ほんなら、まあ、そんなことはないと思うねん。まあな、ほんまに政府、アメリカ政府とか、うん、フランス政府、ヨーロッパの政府、うん、ドイツの政府とかが中入って現地調査して、うんうん、調査させてくれと、うんうん、っていうとこやと思うけど、うん、それが北朝鮮の日本人が拉致されてることでもせえやん、はい、うん、そんなもん信用できひんや、うん、っていうところやから、うんうん、その目で見たいや、そうなんですね、そんだけ言うんやったらね、うん、なんか、うん、それはなんで出てけへんねんって、うん、であれはフェイクで、なんか CG でとか、な、それ作ってたん、ゼレンスキーのを作ってたロシアがやって、はい、な、うん、動画、そうですね、だからそういうところやと思うんねんけども、うんうん、いや、なんか、まあ、本当にそういう書き込みとかもたまに来るんでね、こっち側のチャンネルのコメントとかにも、あ、元
中ウクライナ大使のあの M さんのあれ見てくださいとか。ああ、そうやな。あ、じゃあから、見るけど、まあ、それはそれで歴史あるけど、ほんとはその人が、あの、これに対して一個一個ウクライナが出してきたことに対して、一個一個潰していってくれや。あ、うん。っていう話や。ね、うん、そこやねんけどね。なんで、東部でやってた時に、うん、あなたは日本に対して声を上げなかったの、うん、そうやろ、その M さんか、はい、大使かなんか、はいはいはい、そうやろ、うん、うん、全然出てなかったか、ね、その時何年かね、何10年前なのか分かんないですけどね、うんうん、その時に、うん、その時も現役の時も言うてたんかって、うんうん、っていうところやねんけどね。だから俺やめてからばって言うたりするのって、うん、ある意味信憑性がそこで今こうなってからね、うんうん、まあ言われへんって言うのもあるけどな、うん、まあそんなコメントが来るの結構来ますよ、うん、はい、まあそう、まあうん、同じ人かもわからないですけど、まあ、まあね、そやね、まずほんまに、すごいよな罵声で罵声で、はい、来るよね。わかりました。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。